逮捕から半年、今日初公判を迎えた女は邸内に入ってしばらくすると足を組んで座り出しました。控訴事実に間違いないですか？合ってます。弱々しい声で起訴内容を認めたのは、電気車往来危険の罪などに問われている糸島市の無職、斉藤彩香被告28歳です。起訴状などによりますと、斉藤被告は糸島市の JR 筑肥線の踏切に去年8月29日と30日の2回自転車を置いて電車の往来に危険を生じさせたほか、糸島市の路上で包丁1本を自転車の前かごに入れて携帯していたとされています。これは事件の一部始終を捉えた防犯カメラ映像です。去年8月30日の夜、踏切に向けて自転車を押して歩く人影があります。これが斉藤被告とされています。斉藤被告は踏切に到着すると自転車を横倒しにして小走りで現場を立ち去りました。そして斉藤被告が線路に自転車を放置してからおよそ20分後、線路に放置された自転車に衝突した電車は34分間の緊急停止を余儀なくされました。そして今日迎えた初公判。一体なぜ斉藤被告はこうした行為に及んだのか。冒頭陳述で検察側は次のように指摘しました。去年8月中旬、人間関係や体調が悪く不安を募らせた。コンクリートブロックを線路に置いたが分解して電車が脱線せず、脱線できなかったため自転車を踏切の軌道上に置いた。人間関係の悩みなどから電車を脱線させようと考えたと主張。さらに検察側は包丁を所持していた理由についてこう指摘しました。女友達からいじめられた不満で、同世代の若い女性を刃物で傷つけようと考え刃物を購入した。カッターと金槌と購入した刃物を自転車のカゴに入れた。対する弁護側は今日冒頭陳述を行いませんでした。わずか15分ほどで終わった斉藤被告の初公判。退廷前、斉藤被告は突然裁判官に質問しました。判決はいつ出るんですか？まだもう少し後になります。次回の公判は来月19日に開かれる予定です。